シャーザーグアーモロー全皆さんこちら高橋です。はい、よろしくお願いします。本日は小指を締めると実は悪い方向に行ってしまう一つの理由をお話ししたいと思います。はい。弓道の世界でまあこれよく勉強されてる方はですね、小指を締める。これすごい大事な動作のように思うと思います。ね、武道の世界って刀握る時もそうですし、他の武道でも小指締めるの大事だよって言われること多いと思います。ところが、弓道は、そうはいかないんです。ある一つの条件満たさないと、この小指を締める動作で射形が悪くなることが分かってます。はい。じゃあ、それをお話ししたいと思うんですけども、結論は言うとですね、小指を締めると、力は入れやすくなり、手首はまっすぐ伸びます。しかし、間違って小指を締めるとですね、握る動作になっちゃうんです。はい。で、小指締める動作のいいところをちょっとまず最初にお話しすると、人の体ってこういうふうに肩にこうやってつながる筋肉が回るわけです。で、上筋って今ここで言います。で、小指と薬指を締めると、この脇とか下側の筋肉があります。これ下筋って言います。下筋を締めた方が、弓道では有利になるんですね。例えば何か物をこう、引っ張るときもそうですけども、人差し指と親指で引っ張ったら重心が上がってきますよね。だけど、小指と薬指で口締めると、重心が下がるんで、こうすごく力が入れやすくなる。だから、そういう意味でこれがいい。で、さらに手首まっすぐになる。これは、弓道教本2巻にも、弓道教本1巻にも、掛け口十文字っていう文章があるんですけど、掛け口十文字を作るためには、小指と薬指を握った方がいいです。掛け口十文字ってのは、手首が曲がらないようにすることって、弓道教本に書いてあります。で、この弓道教本に書いてある通りにやるには、実はこの小指と薬指をこういうふうに締めるといいんですね。で、これは実際、弓道教本2巻の神永先生であったりとか、これ高橋先生も言ったかな、小指と薬指を締めて、頭骨と尺骨をね、こうやってまっすぐ揃えることが大事である。というような、文章が残っています。だから、小指と薬指を締めるのはとてもいいことですし、理論弓道でもこの小指と薬指を締めるといいですよって言葉は、どっかの動画で言ってると思います。しかし、これは、実は、この小指と薬指を締めとけば全て OK っていうわけではなくて、実はこういう条件になると小指を締めたら逆に小指を締める動作で握ってしまうってことが分かってます。それが、いい姿勢でなければ小指と薬指を締めるこの動作で握っちゃうんです。で、出にくくなって緩みが離れが緩んでしまうと。つまり、小指を締めても下筋を使ってこういう風に引き込んで、こうやって出せないんです、ね。だから、実は小指と薬指を締めてもダメなパターンっていうのがあります。はい。じゃあ今からこのダメなパターンがどうしてダメになるかっていう話をしたいと思います。それは、この小指を締めるという動作を、皆さんちょっと誤解をされてるんですね。小指は、締めなきゃいけないのは、なんで締めなきゃいけないのかって言ったら、いや、脇の筋肉を使うためだからっていうこの言い方が、実は良くないんですね。まあ私は説明しやすいように今小指と薬指を締めるとこういう風にやりやすいっていう風に言うんですけど、そもそも人間というのは小指が締まるものなんです。どうしてかっていうと、はい、まずこういう風に足が立ちますよね。はい、ここから正しい姿勢に基づく小指締める方法をお話したいと思います。それは体重がしっかりこの股関節から足の関節までのアライメントがありますよね、こうやって。はい。はい。ここの部分で、まあこういうふうに足がまっすぐ伸びます。で、この足がまっすぐ伸びているかどうかっていうのはどこで判断するのかって言ったら、ここの膝蓋骨の膝ありますよね。この膝の外側にちょこっとポコって出てる骨があるんですけど、ここの骨が出てたら、もうこれは O シェイプって言ってですね、実はアライメントが揃ってません。で、これが揃っていればですね、地面からの力がしっかり伝わるので、だいたいこのあたりに力がこもるんです。これがまあいわゆる丹田って言うんですけども、で、さらに言うと上半身の筋肉っていうのはリラックスさせておきます。なぜかというと上半身これリラックスさせとかないと、無駄に横隔膜が上がるだけじゃなくて、肋骨とかが前に出てきて、これしっかり体重が落ちている、足がしっかり伸びた状態から、足は伸びてるんだけど状態が曲がってる状態になるんです。だから足も伸びて上半身も伸びた状態を作るためには上半身が柔らかい。だから上が柔らかくなって、まあ下が充実した状態っていうふうにまあ感覚的には言われるんですけど、上柔らかくして下が締まったら自然と小指ってしまうんですよ。だからこれだけです。だからまず丹田の開いた姿勢っていうのを作るんですよ。開いた姿勢。まあ丹田を開くわけです。
どうやって丹田を開くかって、この一歩手前に足を伸ばすっていう。その足のね、伸ばし方も、鼠径部から、内鼠径部と外鼠径部をうまく体に引き込むとかそういうことをやるんですけど、そういうことをやって、丹田をこう開いたら、小指って締まりやすくなるんですよ。まあ皆さんこれ体感しやすくするために、どういうことをやるかっていうと、じゃあこのお腹の筋肉、ここがですね、こうやって縮んでるとですね、小指と薬指締めてください。まあそんなに力入らないと思うんですよ。だけどこれは例えばこう大きく回して、ここの部分をしっかり伸ばした状態で肩をズドンと落として、これで小指と薬指締めてください。これすごく締めやすいと思うんですよ。なんでかっていうと、人間の重力によって上半身が自然に下に降りて、で、上半身の筋肉のこの上筋っていうところが自然に伸ばされる姿勢ができました。で、さらに地面にこうやってバーンって体重が乗して、その地面の反発力をもらった時に、ここの筋肉が働くわけです。だから、小指と薬指っていうのは、力を入れなくても力が入るんですよ。これで締めれば、力が入りやすい、手首まっすぐになります。だけど、この姿勢作んなかったら、こっちに行きます。この姿勢を作らなければ、この丹田の姿勢作らなければ、こうなってたら、小指を締める動作で手繰ったり握ったりってことが起こります。はい。ですので、これは、実はしっかり気をつけなきゃいけません。で、残念ながらですね、この方法は弓道連盟では教えられません。弓道連盟でこの小指と薬指がどうしてしまうのか。それは人間の体っていうのは内臓の部分が一番重さが集中していて、筋肉が伸びて、骨と筋肉が近づいて、脳神経が整った状態になって、心が静まることで筋肉が伸びよう伸びよう伸びようってなることで上半身が伸びて下半身が落ちる。下半身が落ちることによって脇の筋肉が自然と締まるので、それに伴って小指が締まるっていうやり方は弓道連盟では教えられません。まあ、そこまで専門的に教えられる弓道連盟の先生がもしいらっしゃったら別にそれ、学べばいいんですけど、まあ、現時点で多分、理論弓道みたいな、弓と禅をこう真剣に研究してる、私たちのようなところじゃないと結構難しいかもしれない。で、この丹田開くためには、実は丹田を開く前にやらなきゃいけないことがあって、その一個手前にさらに足の筋肉をどうしなきゃいけないのかとも考えないといけません。はい。これは考えないと、足のアライメントが揃ってなければ、弓道において下っ腹が何もやらなくても、ただ単純に呼吸が入りゃいいわけじゃないんですよ。で、呼吸も実は悪くて、呼吸して姿勢崩れる場合もあります。だからそれは、腹式呼吸っていうところが、西洋で言われる腹式呼吸の仕方、このお腹使った腹式呼吸、これをやるから姿勢が崩れるんですよ。だからダメです。そういうところまで、その人の体って自由なので、いろんな部位を一つの動作でいろいろ使って全部整うにならなきゃいけないんです。だけど西洋の例えば、お腹を開く腹式呼吸ってここしか動かさないでしょ。ここしか動かないから他ずれちゃうんですよ。だから小指締めるだって小指締めるだけじゃないですか。小指締めるだけだから重心こっちずれて握っちゃうんですよ。だからこうならなきゃいけない。だけどこうするから握るんですよ。でも大西弓道はこうしたいです。一個の動作だけやって二個ぐらいいいことが起こりそうだからっつってそれでやろうと思ったら結局ただ単純に握ってるだけっていう風になってうまく離れないっていうパターンもあります。はい。じゃあこれじゃあ小指握んない方がいいじゃん。いや小指握んなかったらもっとダメなんですよ。これよくば弓道連盟の先生が言うんですけど、小指と薬指も締まってなくて手首をこういう風にやりましょうっていう風に言うんですけど、これだともっとダメです。こうやると離れが緩んで、矢が全然飛ばなくなっちゃって、ただですね、弓道連盟の世界って11キロとか15キロぐらいの弓じゃないですか。それだって矢が飛ばないんです。まあ僕が使ってる56グラムの矢とかは全然飛ばないんですよ。矢背も全然出ないです。で、かといってじゃあ矢軽くしようって言ったって、矢軽くしても限界がきます。だからここ変えなきゃいけないんです。道具を変えるんじゃなくて、射形を変えるんじゃなくて、そもそもの新たな姿勢を変えることでようやく小指を締めるという知識が正しく使えます。だけど、そこの部分をやらずに、もう小手先でこうやるとか、こうやるとか、射形形変えるとか、こうなるとか、矢をちょっと変えるとか、弓を変えるとか、天気が悪かったから悪ダメだった、あ、今日天気良かったからよく当たったとかって言ったら、全然弓道は成長しません。あとは成長しません。弓を使って成長できないです。だから、どうしたらいいのかって言ったら、丹田というこういう姿勢であったりとか、あるいはもっと深い体の使い方を学ぶといいと思います。ただ、これは、正直言って教えられる人いないので、ね、例えば丹田開くって言ったって、ここの力を抜いたら結果的にここに体重乗るから、うん、乗るけど、それ間違った可能性あるんですよ。はい。もっと奥が深いんで、丹田っていうのは。この足のアライメントとかも考えなければ、
ふんって乗したと同時に、下に沈む力はかかりますけど、上に伸びる力が今度かからなくなる可能性ありますからね。そういうのがあります。そういうのを、実際に本当に、古くの弓道を稽古された先生ですら、これが丹田だと思ってる先生見ますからね。そうじゃないです。それだと、まあ、強い弓も、まあ、20キロぐらいまで引けると思うんですけど、30キロ無理です。はい。というふうに、今度丹田を勉強するんだったら、足を勉強しなきゃいけないし、足のアライメントの勉強、プラス、鼠径部ってところも勉強しなきゃいけない。鼠径部だけじゃありません。まだ他にもいっぱいあります。仙骨の入れ方とか、そういったところを学んで、弓道における丹田。まあ、これは、まあ、もしかしたら柔道とかね、合気道だったら、下に沈むっていう、これだけやってれば、まあ、ぶれないかもしれませんが、弓の場合は上を伸ばしていかないといけないので、そういう上にも伸びて下にも沈んで体が全部伸びて全身使えるような体にするためには、この小指を締めるのを学ぶのではなくて、丹田を学ばないといけません。まあ、もしもこれ興味ある場合はですね、概要欄の方に、月末にですね、オンラインセミナー、私やってますので、そちらの方、申し込んでいただいて、私と一緒に、もうこれ作れますから、原理分かればできるようになりますから、ぜひ一緒にやりましょう。ということで以上になります。ありがとうございました。